はいどうも、隊長のリュウでございます。ヤフーニュースなんですけども、スタバ新作が2種登場、初のテイスト、パイナップルと夏の定番ピーチフラペチーノということで、なんかね、パイナップルのフラペチーノ初みたいですね、スタバで。はい、なんで初と聞いたらやっぱりね、ちょっと食べに行かなくちゃならないかなということで行こうと思ってるんですけども、ここを見てください。ここです。はい、リユーザブルカップが初登場ということで、なんかね、リユーザブルカップっていうのを調べたんですけども、なんかね、こう紙のあれじゃなくて、カップじゃなくてプラスチックのカップで、結局洗って使えるカップらしいんですね。で、今回このドームリッドカラーチェンジングリユーザブルコールドカップっていうのが発売されるみたいなんですね。で、これはなんかフラペチーノなどの冷たいドリンクを入れるとカラフルな柄が現れる、見た目にも楽しく気分を上げてくれるリユーザブルカップらしいんですよ。なのでちょっとこれ欲しいなと思っちゃいましてですね。で、ここ見てください。キャンペーンでなんか今回のこの新作フラペチーノとセットで購入すると無料でトールからグランデサイズアップできるキャンペーンも期間限定で実施されますということなので、ちょっと行ってみたいと思います。はい、それでは買ってきます。それからリユーザブルカップっていうのを買うことですか？ああ、そうなんですか。わかりました。じゃあ、あとはピーチ。はい、ピーチです。はい。はい、わかりました。それではパイナップル食べていきたいと思います。混ぜて、パイナップルの果肉が詰まって出てきません。うん、やっば、美味しいですね。あ、それでちょっと言うの忘れたんですけど、リユーザブルカップは昨日で売り切れちゃったみたいです。はい、残念でした。なのでこれはね、普通のカップで買ってきました。いやー、めちゃくちゃ美味しいですね。パイナップルの果実がゴロゴロ入ってきます。前茨城限定のメロンのやつね、食べたと思うんですけども、それは結構甘かったんですよ。結構甘かったんですね。で、このパイナップルはそこまで甘いわけではないんですけども、もうかなりね、美味しいです。パイナップルでも甘くて美味しい、本当に美味しいパイナップルの果実がゴロゴロ入ってきますね。はい、パイナップルでも美味しくないパイナップルってあるじゃないですか。もうそれじゃないです。ちゃんと甘くて美味しいパイナップルがゴロゴロ、美味しいですね。あとピーチをね、じゃん、ピーチをね、少しいただきます。
うまピーチも美味しいですね、これね。やばい、美味しいですね、どっちも美味しいです。はい、甘さはピーチの方が甘いかな。もうこれね、どっち選んでもね、どっち選んでも当たりです。はい、あとはね、ゆっくり飲んでいきたいと思います。茨城で探検隊隊長の龍がお送りしました。バイバイ。